10月24日のケリヒメスイーツ。今日木曜日だよね。なのに強化費の割引が来てるってことはあれかな、 50% オフとかの、お、 50% オフですね。そういうイベントにやってるんだな。さて、攻略情報、更新情報を見ていきましょう。ハロウィンイベント終盤、今日は24ハロウィンチャレンジが第3弾待つやつですね。強化祭、すべての強化費は 50% オフ、やったね。31日月末まで。ハロピタ、ゲリラボス、パワー属性か。まあ初期で攻めるより今だったら突撃隊長が良さそうだろうね。で、高難度ステージ、襲来亡霊騎士と秘密の帝王、これは前もあったやつかな。幽霊船、宝船の、違うな、これはステージかが登場と。討伐ステージ、これは続きってことかな。あとは先週から引き続きだね。他は変わってませんよな。とりあえずスロット、お、超絶覚醒スペシャル、とりあえずポン、ハンマー普通のだね。ピックアップしてるように見えて、突撃対象の確率は、だってまずガーフが 0.31 ってめっちゃ低いからな。突撃隊長どこですか。 0.31、 うん、偽ピックアップ。本当これね、詐欺感がとても強いですね。討伐ステージ、あ、ここはまた新規なんだ。レッツゴー、レベル999のクリアまでやっといてよかったね。でこっちもまた同じようにやって、レベル帯によって報酬が変わっていく、どんどん上がっていくと。あとはゲリラボスをやってって感じかな今日は。おお、スーパーロボだ。覚醒系のやつがボスになるのは珍しいね。でけえな、こいつドーナツを取っただけじゃないぞ。プラスでなんかやっただろこいつ。ボン、あとは4コマもいくつか更新されてるかな。ハロピタで突撃隊長かな。うん、229万かかります。パワー属性だから他のやつらが使い物にならなくなっちゃう。ほぼもう借りてきた突撃隊長頼みでいっちゃいます。で期間内なんとかチャレンジはできるだろうから、別に今回で倒せなくても何度かチャレンジをしましょう。6減らした、うん、この感じだったらいけそうだね。人ゲージが弱い系かな、うん、だね。ゲロロロロ、音がでけえ。いくつか音が重なっちゃってんだな、SE。ネクロマンサーだとどうだろう。ある程度掘り寄せるかな。うん、いけるね。うん。レベル999だけども、大して強くはないな。なんか音でかいよね、これ。今どんどん下げてるんだけど。突撃隊長の爆発音がでかいんだな。とりあえず今日で終われそうだね。うん、何がいいかな。肉ってみるか。はい。属性関係なし。弱点をついてくるか。で、激なで、2ゲージ減らせなかった。あと6。次の隊長でいけるかな？
この微妙なねゲージの残りを。一ゲージ残っちゃった。最後プスッと刺して終わり。撃破報酬は何だろう。今の強化石系ってことかな。与えるダメージに応じてどんどんね報酬が増えてくって感じなのでしょう。そしてナイトメアハロウィンは引き続きありつつ、もう本当昨日も言ったけども一月ぐらいやってる気がする無心でやるしかねえ。さて、今週というか明日はとりあえずまああって、土日があの池袋のハロウィンコスプレフェスまた行ってくるんだけど、まあ、夜は帰ってくるだろうから多分あるかな。土曜日はでもあのちょうどね池原の近くの会場で知り合いのゲーム実況者たちがね実況者カフェっていうのを開いてて、そこにバータイムに行けたら行こうかななんならフラザーさん来て俺もウェイターやりましょうかっていうねそんな邪魔なことはしない。話は全然別だけどコスプレお茶会とかやってみたいな。まあ似たようなことやったことはあるけど、コスしてなんかゲームするだけとかさ、楽しいよな。実況者カフェはあの予約制じゃないから席が空いてればって感じだな。で席が埋まってたらあの LINE アットの方であのやり取りして、で席が空いたらお知らせしますみたいな、ちゃんと時間制というかそういう対応はしてくれるらしい。で俺が何回か行ったことあるレンタルスペースなんだけど、カウンター席もあるんだけどカウンター席がね4つか5つしかないから、そこが埋まっちゃったらお一人様はあの知らない人と相席になるとまあそれはそれで面白いんじゃないのかな。誰推しですかみたいな話でもしたらいいんじゃないって。まあ詳しくはあの実況者カフェとかでツイッターで検索したら誰かしらも出てくると思うんで、興味のある方は行ってみてください。もしくはというか、あとは池袋ハロウィンコスプレフェス土日やってるんで、実況者カフェは土曜日の方ね。そっちの池ハロの方もよかったら遊びに来てねと。普通に別にコスプレしなくてもね全然来れるし、撮影イベントでもないから、あのなんか有名レイヤーを取る会みたいな、そこは確か参加料必要なんかな。でもあの普通に遊びに行ってるいろんな人たちはね、特に登録しなくても写真撮れるんで、ただあの許可なく撮らないように、写真撮っていいですかってちゃんと聞くようにね。そしたら写真撮っていいですよってみんな片言で応対するから。よし、そんな感じで今日はこれぐらいにしておきます。また明日。